瀬正利57が4日、都内で行われた、法酒造全寮、芋焼酎、一国社、一国社の日 PR イベントに出席した。商品の生産地の宮崎県出身という縁もあり、アンバサダーに就任している永瀬は、黒を基調とした衣装で登場した。2年前に宮崎の酒造場を訪問したという永瀬は当時つまみ、影した写真を見ながら、なんだか、あっという間ですよね。ついこの間に行ったよ、うな気がします。蔵の中に入った時は、おごそかというか、ここで命が育まれているんだという感じがあって、緊張感もありましたね、と振り返った。またアンバサダーに就任してからは、宣伝にも力を入れていることも告白。新しい作品や映画が始まった時に、芋焼酎を差し入れすると、こっちとしても嬉しくなるほど取り合いになりますね。あとは、地方でロケをしている時も、お店や商店に並んでいたら必ず写真は撮るようにしてますと語りはにかんだ。また、今回焼酎用に作られた新たな品種の芋の相性を求められた永瀬は、トレジャー、宝と提案。お芋から開発されたのは、奇跡と言いますか、宝物じゃないですか。それに、メーカーが、法酒造でもあるしと会場を和ませた上で、今後海を渡っていろいろな国の方に親しんでいただきたいという思いも込めてあえて、横文字にしましたと真意を説明していた。イベントの最後には、22周年ということでまずは、おめでとうと言いたいですね。そして自分も共に歩んでいけるよう精進しますので、これからも一つよろしくお願いしますと今後の活躍に向けて意気込んでいた。